続きまして、ししゃものざわめきの皆さんです。準備の間、簡単にチーム PR をご紹介します。第1作目のテーマは生まれるということ。なぜこの世界にあなたは生まれてきたのか。よさこいの伝統とコンテンポラリー要素が織りなす独自の世界観で心ざわめき、鳥肌が立つ演舞を披露いたしますというコメントをいただいております。それではししゃものざわめきの皆さんです。どうぞ。東京を拠点に活動しておりますししゃものざわめきと申します。今年度スーパーよさこい初参加させていただいております。本日この神宮会館の、ステージで、最後の演舞となります。それでは参ります。ししゃものざわめき、生まれるということ、よろしくお願いします。